マーチングステージ。私はこのショーの支配人、倉持翔太です。どうぞよろしくお願いいたします。これより3つのショーをお届けいたします。まず初めにお送りするのはカバーギャンショー。1960年代を思い出させてくれるようなレトロな雰囲気が会場を包み込む。テーマにもなっているドリームガールズの曲に乗せて、可愛くそしてパープルなダンスに心奪われること間違いなし。ベリーゴー。続いてお送りするのはスパーガンショー。テーマは月。空に静かに輝く月の儚く美しい旋律で、情熱的に高校と光る月を明るくそして慌ただしい曲調で表現する。マーチングパーカッションの力強さや一体感と全く表情の異なる2曲構成でご覧いただこう。途中のかっこいいソロにも注目だ。
優勝をお送りする。舞台は1930年アメリカ。これは一人のギャングの男と一人の女の切ない愛の物語。裏社会で生きる男は美しい歌声を持つ女に心を奪われてしまった。次第に惹かれ合う二人。しかし男はギャングの一員。自分と関われば彼女ギャングと関わりを持つこととなってしまう。彼女を危険な目に遭わせたくない。そんな思いから男は彼女から離れることを選んだ。彼女は男がギャングの一員と知るとき何を思うか。切ない恋の行方はどこへ向かうか。二人は運命という波に飲まれてしまうのだろうか。
Thank you.